はい、質問に答えていきたいと思います。今日はですね、質問の7、長い目でトレンドが上昇か下降は分かると、直近の足はどっちに向かうのかを知りたいという質問がまず前半できてます。後半はですね、押し戻しを作ってまたトレンド継続するのか転換するのかの見極めの精度を上げたいということでしたね。はい、ありがとうございます。では答えていこうかと思います。長い目で上に向かうのか下に向かうのかってことは分かる方は結構いらっしゃいます。肝心なのが短いスパンでですね、瞬間的に上がるのか下がるのかっていうのが分かりにくいんですよね。これは相場の性質として、大きな時間軸になればなるほど方向は見やすいんですよね。で、短い時間軸っていうのは瞬間的にこう、ね、小刻みに動いてますから、チャートっていうのはだから短くすればするほど分かりにくくはなってきます。で、私は一番バランスがいいのが1時間だと思ってるんですけども、それは1日のうちにね、決済までの勝負ができるっていうところもありますし、1時間ですと小刻みなブレにあまり左右されないっていう一番バランスが取れてるんですよね。で、その中で、小さな、こう書いてあるのは直近の足がどっちに向かうのか知りたいってことなんですけども、これはですね、チャートのパターンがありますよね。こういったトンカチとかこうね、プラスとか他にもいろいろあると思います。包み足とかね、こういったもののチャートの形を、まあ、他の動画でやりましたけども、覚えているかどうかってこと、その第一段階ですよね。まずは一つのチャートの形でトンカチとかね、こういうふうな上ヒゲとかで判断していくことが単体のチャートでできるかどうかってことがまずは第一段階。第二段階は2つの組み合わせがちゃんと頭に入ってるかどうかによって、直近の足をどっちに向かうのかが分かります。で、これが分かっているのに、このね、これが全部暗記されているのに分かりにくいっていうことでしたら、私もすぐに質問には答えられませんけども、この辺どうなのかなってことはね、ちょっと逆に今回はお聞きしたいなと思います。直近の足がどっちに向かうのかを知るためには、チャートバー一本一本のこの特徴を覚えていること、2つ目は2つの組み合わせがどうなのかなってことがやっぱ分かるっていうか、人に説明できるレベルで分かると、直近の足がどっちに向かうのかが当てることができるということですね。で、当然私は今のところはできませんので、回答はギリギリここまでしかできません。次ね、私は2本の組み合わせがどんな特徴を持っているのかっていうのを包み足以外も記憶していきますんで、人に説明できるレベルで、記憶していきますので、この書き講習中に私は暗記しますんで、そうしたらこれはね、続きをお答えしようと思います。次、押し戻しを作ってまたトレンド継続するのか転換するのかの見極めの精度を上げたいということですけども、こういうことですね。上がっていって下がって、これがですね、転換に向かうのか、それとも N を書いてトレンド継続なのかっていうことですよね。これはやっぱり先ほどの質問と同じように、ゾーンがね、見えていますかどうかっていうことと、ラインが引けてますかどうかってことに大きく左右されるのと、例えばここの転換か継続かわからないですけども、ここのチャートのパターンがね、こういうものを出していませんかってことが理解できればわかります。まあそこまでわかんなくても、ゾーンが過去を遡って、ゾーンがね、この形にどういうふうに関係してきてるかってことを巻き戻していくと、これが N を書いて継続するのか、それともこれが転換になってぐんと落ちていくのかってことが分かるようになります。ですんで、これに迷った時は、トレンド継続か転換に迷った時は、前まで巻き戻してみて、例えばこれが1時間足だったら50時間前とか100時間前とか300時間前まで戻ってみて、ゾーンがここに関わってくるようなゾーンがないかどうかっていうのをよく見た方がいいかなと思います。それが回答です。よろしいでしょうか。またね、わからないよ、それじゃダメだよってことでしたら、もう一回質問ください。よろしくお願いします。